フフ <laughs> こんばんはちょっと待ってまつ毛上げさせてごめんこんばんは <laughs> こんばんはヤッー,や,っほーやば髪の毛じゃ髪結んでたんだよね今後ろにこんばんはこんばんはンワ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  <laughs> 今ね、こっちの携帯充電切れて音楽流せないの。久しぶりーみんなヤっホー、みんな久しぶりだね。いつぶりだろうでも1ヶ月は経ってない気がする。サなちゃん、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 サナちゃん、になになに何、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 何サナちゃん、ヤっホー。今日も可愛いですね。ありがとうございます。 今日はねあじゃあみんなに問題じゃあ今日は桃ももかとあるところに行ったんですけどどこに行ったと思いますかさらこんばん初見なんだけどずっと来たかったの本当に来てくれてありがとううるさいけどちょっと付き合ってねうるさい私初見です初見さんいらっしゃいさああべまくんさらあべまくんね2体いるんだ 二体いるんだ。あ、待って待って、やばいやばいやばい、携帯が落っこちる。あべまくん二体いるんだ。ほら。てってるー。でもさ、これはあべまくんの黒もし黒。緑。なんか黒もあんじゃん。黒新しく出てんじゃん。毛先がボソねボソとか言わんでピンクさん。いいじゃん、ちょっとくらい。全部紫よりかはマシでしょ、毛先だけ紫。もう、ちょっとくらい遊ばさせて髪の毛で。 初期の島さんのことデビューから遠距離ながら応援し本当にデビューから応援してくれてありがとうどこの、子なのかな遠距離って。ファミロ超可愛い。はじめまして、はじめまして、金志さなと言います。16歳です。よろしくお願いします。<laughs> なんか、ライライブの言い方忘れちゃった何やってたっけあ、はい、みんな答えて質問、質問答えて、あの、 今日何してたと思うももかとお出かけしてきたんだけどどこ行ったと思うこんばんはバラありがとう髪の毛染めすぎるとハゲるぞいやほんとほんとそうだよ、わかるよもうほんとにいやハゲないように頑張る毛先ブリーチ初めてしたのでもこの間紫やった時したことなかったんだけどねブリーチ初めてしたムーくんといいます24歳ですムーくんよろしくお願いします 年歳近いね。16歳。16歳だよ、私。ディズニーランドブ,ブブーディズニーランドブブブブブブ,ブあ、タピタピも飲んだけど、いや、いや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 。ちょっと誰か当ててよ、ね。誰か当ててよ、ちょっと。<laughs> そう、サナ、聞、え、聞いて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 あのね、サナね、タピオカで、ね、1ヶ月ぶりに飲んだの。ずっと1ヶ月飲んでなかったの。ダイエットしたからね、ずーっと飲んでなかったんだけどね。今日は、 一ヶ月ぶりくらいにね、タピオカ飲んだの。偉くないこんな。ヌーミンパーク、違う。違う違う違う。お花、お花見違う違う違う。ブリーチはやばいぞ。まだね、ブリーチ一回目だから、まだ平気だと思う。ディズニーランド違うよー。当ててよちょっと誰か。新大久保、違う,違う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 。都内、都内なのかなあっちって。都内、都内だと思う。 サナちゃんテンションめちゃくちゃ高い。え、だってこんなにそれさ、テンション上がるじゃん。どこの旅水族か違うってか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 て。ヒントヒントヒントこっちに映ってるやん。ちょっと散らかってんだよね <laughs>。で、今荷物が、ね、散乱してる。じゃあ。チュリン。チュリンチュリン。これわからんこれわからんじゃこれわからん もう部屋がヤバい部屋ちょっと隠そうてるんてるんよみうルランドあでもよみうルランド近い近かったあのそのそのこの行った場所のところからはまあ電車でそのまま電車乗って行けるそうピューロランドピューロランドさう、ピューロランド行ってきたの今日サなはクロミちゃんになりましたえ聞いてサなねピューロランド初めて行ったの あの、初めて、そう、ずっと行ったことなくて、なんか急にね、もかにね、行こうって誘われたからいいよーってってね、サンリオ行ってきた。サンリオってコメントしようとしてたら本当にそうなんや。そうなんやめろ。な、なにしんちゃん、すごいじゃん。当たってんじゃん。そう、ピューロランド。よくわかったね。いいな、ももとお出かけ。<laughs> いいでしょう。もうね、サンラね、もとね出かけてるとずっとね、まマジ二人ともおかしいくらいに笑ってんの。 そうポップコーンはいかがあった焼きたてのポップコーンはいかがサナモモデピューロとか絶対可愛いじゃんモモモはもあモ同じモモだったモモ <laughs> はマイメロつけててでサナが黒みになったサナは絶対黒みって決めてたからなんか髪色からしてもこうこうなんか黒み感出てんじゃんで服装もちょっとね黒みっぽくねやったのえーっと うちも行ったことないそう初めて行ったからね、何もわかんなかった。でもめっちゃ食べちゃった、今日。あのね、タピオカ飲んだのと、あと、いちごヨーグルトみたいに飲んだのと、あとは、何飲んだっけあー、あと何は、あー、あとローストビーフ丼だ。あ、あ、ローストビーフ丼食べたグルたまのなんか絵描いてあるやつ。写真欲しいな。あ、写真あげるね。で、あと、 サナはやっぱりアアイイスス好好ききじゃんアイス好きなんななのかるでしょみだからあのねあの来て来て着いて速攻アイス食べたよねアイス買っちゃったもうキティちゃんのアイス食べたしかも溶けにくいやつカッパ着てなかったっけあカッパ着てたのはあの今日のインスタにさっきあげたプリクラのやつはこないだのやつこないだの写真そう この間、<laughs> そう、み、今日のサナのインスタのね、あれを見たの、あのー、あれを見た方わかると思うんですけど、あの目、やばくない宇宙人、宇宙人、マジで宇宙人。爪も紫、そう、爪も紫、そう、髪の毛紫すんだったらね、やっぱね、爪もね、ちょっと紫で揃えていなぁと思って。私は、キキララちゃんをし、あ、キキララも可愛いよね。カチューシャも可愛かった、リボンの。ポップコーンのやつ、声似てる。嘘、桃花の方が似てる。桃も桃花の方が似てるよ。 あ、お風呂入らないと。あ、お風呂行ってくんの行ってらっしゃい。宇宙人、そう、宇宙人。宇宙人になったさな、今日の、あの、カラコンつけてるプリクラ、あの、インスタに載せたやつ。でもね、聞いて、あのね、インスタね、プリクラのスターがいいね来るわけよ。そう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 。行っちゃうけど、あの、インスタ、プリクラのスターが、ちょっといいねが多いのね。だから、さなは、プリクラは、インスタに載せるようにしてんの。そう。 プリーじゃない方が可愛い。それは嬉しい。それは素直に嬉しい。何味のアイス食べたのバニラのなんかキティちゃんの顔したやつ。めっちゃ美味しかった。もう最高。俺も髪の毛染めたい。染めようよ。やばい、元が大きいから二人ともすごかった。いや、本当にマジで、もう、あれは失敗した。逆に漏れなかったもん。<laughs> えっと、マイメロの財布とか黒みの T シャツ持ってる。マイメロめっちゃ、あ、マイメロ好きなのそなの。黒み推しなんだよね、黒みちゃん。ま、あの、ピュロロ、え、でも見て。たまたまここにあったけど、マイメロのね、ハサミあんの、ハサミ。えっと、ホールケーキありがとうなんとかレイは。 あ、そうだね、そうそう、令和、令和令和令和令レイ和知らないけど <laughs>。あの、決まったね、あの、平成の次。サだね、まあ、読めなくって最初。やっぱさすが、サだよね、本当に読めないところが、やっぱ私ですね、本当に。もうあの漢字読めなくて、え、何これと思って、こんな感じあったんだって感じだった。もう読めなかった。令和ね、令和。 やって読めた。しかも、起きたらなんかもう決まってたし、みたいな。<laughs> これです、みたいな。でも、みんな、SNS、みんななんかこう、更新、新しい元年元年みたいな書いてあるじゃん。元、もうわかんない。やばい。頭おかしいわ。やばい新しい年号、そうそうそう。年号、年号。えー、っと、ハサミかわいい。でしょチッチリー。でも、抜くとピンクのちっちゃいハサミなの。新年号、ネシじゃないのか。ネシだったらやばいでしょ。それもう、もう、もう、自慢しまくるわ。<laughs> 令和。最初、めいわって聞こえた。そうそう、サナさ、そのさ、発表してる時さ、見てなくてさ、テレビ。<laughs> あ、キャンディありがとう。元年、ね、もうね、いろいろとね、もうバカすぎて、読み方がわからない。風呂入ってる、お風呂入って、入りながら見てんのサナの配信を私、テレビの前でスタンバイしてて、みんなね、なんかみんな楽しみにしててね。でサナ、ちょっとね、んじ来ないかなって思ってた。じまんじとか、タピオカ来てほしいなってちょっと思ってた。<laughs> もう ブリッジ1回この紫入れる前に1回だけやったほんの少しありがとうマニキネコニャンニャンヤい今日キモいんだけど疲れてたんだねそうそうあそうその前単独だったんだだからいっぱいいっぱい寝たわそうさないっぱい寝てたわ昨日どうも初見です初見さんいらっしゃい来てくれてありがとうございます金子さなです ふわふわってていいうグループで活動していますよろしくお願いします平成おばあちゃんどういうこと <laughs> さらちゃん遊びに来たあーレッドスターさんありがとう来てくれてブログのコメント読んだありがとう <laughs> リリカのモノマネなんでまたリリカのモノマネしないといけないの <laughs> あれは単独限定よ限定1回でそんなキレイに入んないんだ私3回ブリーチをあ本当に ?3 回もブリーチしたらめっちゃ痛むじゃんそれ 30日のサナのテンションが高すぎてねいやそりゃ高いに決まってるよいや30も31もねそりゃねもう楽しすぎてねもう,もう私はもうもう頭おかしいくらいにテンション上がってう本当にふわたん楽しかったねふわたん楽しかったありがとうマジ楽しかったもう一回戻りたいな、ね、もう一回ふわたんしたいポップコーン屋でつかもさんサのモノマネしてなんだっけえー、っとハローキティ焼きたてのポップコーンはいかが こんな感じ焼きたてのポップコーンはいかが <laughs> 無理無理。恥ずかしい恥ずかしい。サンちゃんどんな髪色でも似合うのいいな。ほんとに似合ってるこれ <laughs>。これなんかもうナシみたいな色してないこの、この。こ、この色と似てないこの色。なんか適当にあるから取っていけ。この色と似てないこの、この紫と似てないで、次何色がいいと思うみんな。ねえ、みんな。み,みんな何色がいいと思う次。うちもフワタン行きたかったサナにやりたい。ねえ、フワタン楽しかったんだよ。 明日から学校なので頑張れる一言ください。いやー、あの、このね、休日。まあ、サナとエンドに会ったよね、体うん、あったね。そう、会って、また、いっぱい楽しんだから、また次ね、5月4日会えるのを楽しみにして、学校頑張ろう。サナも頑張るから。頑張ろう、頑張ろう。黄色黄色黄色ね、落ちたら何色なんだ、黄色って。個人的に今の髪型好き 髪型髪色じゃなくて <laughs> ももかとひななめっちゃ体、混じったよね混じったよねんどういうことピンクああ、そう、ピンクもいいなと思ってんの。赤赤アッシュが好き。ああ、アッシュいいけどね、さのアッシュ何回かしてるんだけどね、アッシュが一番色落ちしやすくて、すぐなんか、あの変な、なんかね、茶髪みたいになっちゃう。今もアッシュ。今は、 いや、アッシュじゃない、あ、暗い青を上に入れてて、下は普通にもう紫って感じ。なんかね、真っ黒より暗い青なんだよね、これ多分。桜色ね、そう、桜だから4月だからね、ピンクもありと思ってる。髪色暗いのが一番好き。ほんもうどうしようなんかさ、髪色暗いのが好きっていう人もいればもうさ、茶髪も好きっていう人がいるからもうどうしよう、サナ、本当に。サナの好きだよね、もうサナもさ、迷っちゃうんだよね、毛先だけ緑。 緑か。やったことないなぁ。緑ね。どうしよう、本当に。漢字やばいですね。どういうこと漢字やばいで、ね、すやばいですねって。どういうことどういうことどういうこと遅れたあゆうやくん来てくれたのありがとうやった来れないかと思ってた。私も暗いの好き。えー、どうしよう。黒髪、あれ今こさ、茶髪じゃなかった明るかったよね。黒髪にしたの 明日入学式なら卒業式以上に緊張。いや、卒業式よりやっぱ緊張するよね。入学式ってなんか新しい環境っていうことにさ、やっぱ緊張するよね。桜から、ああ、どうしよう。<laughs> サナの握手やばかったね。またその絵文字使って。え、モナくんさ、もっと喋ってくれていいんだよ、サナに対して。もう、サナが嫌えんと喋っちゃうじゃん、もう。サナちゃん初コメント。実は前から l i n ライブ見てました。サナちゃんのテンション好き。<laughs> なんで前からコメントしてくれなかったのなんででもありがとうコメントしてくれて。サナのテンション好きって言ってくれる人多くて本当に嬉しい。 美人さんだからぜひショートに。いや、違う。今一回の、一回ロン,ロングにするから。ロングに、今一回ロングにする。一回ショートにしたから、ロングにする。サナだし、ピンクで良いのでは。どうしよう、迷うな。平日にサナちゃん見れると仕事頑張れるし、疲れが吹っ飛ぶ。マジまあ、あサナは、4月は、あのね、もう、もう、なんか Wi-Fi があるのね。Wi-Fi があるから、 今日電波いいでしょだからそう w i f i があるからいっぱいラインライブできるよ本当に3月はねもうねなんかねあの速度制限だっても最後らへんラインライブ単独前とかリリーブ前とかもラインライブしたかったのにできなくてそうい速度制限で w i f i もないからできなくてそうでもねもう4月はいっぱいできる日はたくさんやる インナーカラーは、インナーカラーね。え、インナーカラーはありではあり、ありではある。もういろいろさ、髪の毛ってさ、か、髪色とか髪の毛ってさ、髪の毛、もうなんかさ、今日なまってないなんかもうテンションおかしすぎてやばいんだけど、頭が。<laughs> もうやばい、今日どうしよう。<laughs> そう、なんか、今な、あ、髪型とかさ、髪色ってさ、やっぱいろいろ種類あるじゃん。もう何種類でもできんじゃん。 そうだから本当に待っちゃうんだよね困っちゃうもうさ4月もっとできるとか最高すぎ本当にやったぜやりますぞ俺は。 俺、あ、俺って言っちゃった。ダメダメダメ。ブログ良きでした。ありがとうブログ読んでくれ。ねえ、なんかみんな長文でね、コメント感想とかね。もうめっちゃみんなの思い伝わってきた、本当に。昨日泣いてたもん、またブログのコメントや、ね、あー、みんな優しいなぁと思って。もありがとうと思いながら泣いてた。明るくなったよね、サナ。こわ怖さなくなった。え、サナ、前からこれだよじゃあ。 あのねみんな勘違いしてる本当にそうだと思うあのね昔からサナのことをあの知ってる人とかサナのこサナを押してくれてる人は別に変わらないってみんな言うわけよでもラインライブやってなんか印象変わったっていう人が「あだ大ありがとう賞ありがとう」チキミめろ <laughs> えそうそれなんか多分ね本当に見た目もあると思うけどよくサナは怖い って言われてて。で、あんま印象良くないって言われてて。でも別に明るさは昔から一応明るいは明るいんだよ。そう。明るくなったんじゃない。もともとこんな。そう、だから怖いとかも言わんでもみんな。全然人見知りじゃないことを3月に知ったよ。<laughs> そう。え、でもさ、な本当に自分の中でまだ人見知りだと思ってんだけどな。サナの書く文章、熱い。え、なんか、なんかさ、 ブログっていくらでも書けるじゃんでしかもさメンバーみんなブログ書い,いっぱい書いてるじゃんでもやっぱ何て言うんだろうね自分のもっとなんか人と被るような文章だとさなんか見てる人も面白くないじゃんだからいっぱいなんかもう考えてそういっぱい単独とかリリーベの時のこととかをずっと思い出してめっちゃ書いてる。 でもね、確認、確認するんだけど、ブログ。ブログ、一回投稿する前に確認するんだけど、もう、バカすぎて、あの、めっちゃ、あのー、書き直し、漢字の書き直しとか、文字の間違いの直しとか、めっちゃされる。ブログのコメント、そう、今回ね、なんか多かった、もう、本当に嬉しかった、もう、超嬉しい。ありがとう、みんな。 つられて元気になる能力をサナは持っている。本当にサナいつもこれだから、もうもう、じゃあもうつられて、もうみんなこのテンションだろ怖いとは思ったことないかなそれは嬉しいそれは嬉しい本当にありがとうサナね、そんなことあんま言われないから嬉しいわ。見た目怖いから俺もやれる。じゃあ、イオコは、怖いかもしん、あの、マスクつけてたら怖い。あの、マスクつけてたら怖いかもしんない。わかるかもしんない。真面目な性格が出てると思う。本当に真面、真面目ちゃん。 サナちゃん、ジュキメロ。みんなジュキメロだよ。初コメントかな初コメントありがとうもっとコメントしてくれてもいいんだよ。<laughs> サナがめっちゃ早口で喋ってる時の話をそのままブログにしたみたいな文章だった。サナがめっちゃ早口。ブ、ブログえ、でもブログめっちゃ考えてる、ほんとに。なんか、どう、なんかさ、いつもさ、なんて言うんだろう。なんだろう。いつもなんか頑張っていかないとみたいな。結局なんか同じ文章、 に、なんか、頑張らないとってずっと心の中で思っちゃうから、なんか、毎回なんかブログの最後に似てるようなコメントになっちゃうから、そう、もう考えてるよ。おはした見ててから全然怖い印象はない。ほんとにやっと見てくれてたのありがとうサナは優しい、大好きモモも,も優しいよモモも,も優しい。毎回来てくれるんだもん。こんばんは、こんばんは。忙しいのな、 なんか、サナのブログに泣いた。あ、あ言ってたね、泣いたって昨日。嬉しい。なんか、みんなね、サナのブログ見て泣く人ね、ちょくちょくいるの。もう本当に嬉しい。サナも泣いちゃってるから。<laughs> 最初見た目めっちゃ美人って思った。あ、それも嬉しいそれも嬉しいなんか、いつももう怖いってしか言われなかったから、ずっと。ゆうちゃんの LINE ライブ最終日のサナ。ちゃんのコメントはめちゃくちゃ扱い。いや、本当に、あれは、 マジで、もう本当に頑張ってほしかったから、もう、あれは全然サナは怒られてもいい感覚で言った。うん。遠藤と一緒に見てたんだけど、二人で号泣してね、もう頑張ろうってって。で、その、リリカがさ、あリリカの下の 2, 2位と3位の子に越されないようにずっと二人でみ、もうずっと確認し合いながらね、もう、リリカをずっと頑張ってほしいってね、応援してた。明日見てサナちゃんにした。あ、そうなのえ、サナのこと明日してくれたんだ。 嬉しいなぁおはスタのイベント楽しかったおはスタのイベント楽しかっためっちゃ楽しかったちっちゃい子もほんとにめっちゃ可愛いのほんとにマジで見た目と中身のギャップが好きそう全然違うって言われるサナ全然違うって言われるサナちゃんほんとにありがとういやいやいやほんとにもうレッドスターさんすごかったですほんとにもうもうこちらこそありがとうございますもうリリーの熊本 TGC あの頑張りましょう頑張りましょううん応援しましょううん 応援しましょう。私は、多分、熊本行けないから、配信で応援する。りりちゃんのモノマネ爆笑しました。え、みんながさ、なんか似てた、みたいな。なんか、あと、その、お、モノマネからの持っていき方が良かったって褒められたの嬉しかった。そう、昼、昼ね、昼公演、昼の単独公演では、りりかおめでとうっていうのはメンバーから言えな、言ってなかったから、 夜、あじゃあ物まねするときにそのまんま、そう、ただ物まねして、するだけじゃ、なんかリリカもかわいそうだなと思って、そっちに持っていこうと思って、考えた。あ、そうなの代々木公園懐かしいエモいって言うんだっけそういうことはエモいって言うのサナさあな、さエモいの意味ちょっとよくわかってないんだよね。 うちも行けないから配信でお会する。ねえ、もう、リリカのあのもうね、あのあの足の細さね、いないよ、本当にもう。リリちゃんのもの前めちゃくちゃうまかったし、ポイントついててよかった。さあ、リリカの配信見てたからちゃんと覚えてる。あの時、さすがカねシって思ったよ。さすがなの、私。さすがなの、嬉しいな。えー、っと、あ、招き猫ありがとう、レッドスターさん。なんか、LINELIVE 来るって言ってたから、本当に来てくれて嬉しい。 ファファメンバー思いふわふわってメンバー思いでいこうみんなねほんとにねもう優しいよみんなみんな優しいしみんな応援してくれてるでも次は春のねポップティーンのやつもね応援しないかな投票そうさ携帯さこっちこ,こっちもあるからさもうこっちでさこっちとこっちで投票やろうと思ってるエモーション感動エモいんじゃないかな ど、何なんだろうエモいの意味あんま分かってない。MC うまくまとめ、まとめられるようになってい。や、全然まだまだだよ。いや、もう本当にね、全然まだまだだと思ってなんか、その、ふわ、音楽流したい、そろそろ。あの、ふわふわの MC って、なんて言うんだろうね。最初は、なんて言うんだろう。なんか盛り上がる話はめっちゃみんなわーって喋るじゃん。そう、もうちょっとなんて言うんだろう。ちゃんと、うん。 なんかうまく伝えられん今日、今日どうしよう今日、なんか全然うまく伝えられん。いやなんかもうちょっと、やっぱ、なんて言うんだろう、落ち着き、うん、なんか、みんなさ、一斉に喋る時とか、もう何言ってるかわかんないじゃん。うんなんていうのもうわかんない今日やばいんだけど。<laughs> いやでも、全然まだまだだと思ってる MC に関してもさのは、 またルチャマルを助けに駆けつけないそうね。大変だよね、本当に。投票しかも何回でもできるから、もうみんな、頑張ろう。頑張ろう。えー、っと、サナを応援する機会も欲しい。サナを応援する機会 <laughs> 歯出してにっこりしてるサナの写真めっちゃ好き。サナあんま好きじゃないんだよね、歯出すの。でも、だからみんなが褒め、やっぱみんながね、褒めてくれるとね、私はね、やりたくなっちゃう。褒められたいから、やっぱ褒められんの好きだから。 やっぱやっちゃうね。だから、この間の単独終わりも歯出して笑ってる写真やったし、あと、遠藤のプロデュース公演あったじゃん。遠藤のプロデュース公演もツインテールしてたじゃん。ずーっと、こうやって。で、ツインテールしてて、で、本当は、あの、最初、みんなツインテールする、音楽流したツインテールするのは最初だけだから、オープニングの時だけツインテールっていう決まりだったから、 あの、撮ろうと思ってたのも、うオープニングが終わったらツインテール外そうと思ってたんだけど、あまりにもみんながツインテールかわいいかわいい言われるからさ、その最後までツインテールこうやってやっちゃったよ、ほんとに。<laughs> みんなが褒めてくれるから。<laughs> みんな褒めるとね、多分ね、サナはそのままやり続けるタイプだ <laughs> 酔っ払ってブログのコメント書いたらキモくなりました、ヒロです。あれあのコメント酔っ払ってたのえ、でもよかったよ、コメント。ありがとうね、ヒロも書いてくれて。<laughs> はめられて伸びるタイプね、わかんない、サナは。わかん、どっちなんだよう。サナちゃんって笑ってる方が可愛い。ほんとに言ってるいやー、どうしよう。でもあんま自分の中ではね、笑ってんの好きじゃないんだよね。でも今も笑ってるけど。遠 <laughs> 藤の、遠藤公園のツインテーめっちゃ可愛かった本ほんとに。いやー、もうツインテールね、ツインテールの髪型があんま自分が好きじゃないから、うん、なんか、絶対、もう、 オープニング終わったら外そうと思ってたけど、あまりにもみんなが褒めてくれるからね、ずっとツインテール最後までやっちゃったっていう話。サナ今日、あ、広告流れた、うるさ褒められてデレデレしてるサナがたまらん。やめてよ、ね。恥ずかしいじゃんね。熱、ね、いんだけど、<laughs> 暖房を消したい。<laughs> とりあえずバイト戻るわ。バイ。バイバイ、ヒロ、頑張って。バイト中だったのにありがとう来てくれて。褒められたら乗っちゃう子かな。あ、そうそう、乗っちゃう、乗っちゃうタイプ、乗っちゃうタイプ。 ついかわいかったよ生で見れてよかったそうも,も来てくれてたから見れたよね本当にもうもうみんな見てくれはいシャボン玉長そうちょっと待ってちょっと待ってえー、っとどっからさなちゃんどんな髪型でもかわいいよそれもでもうそれももうみんなねさらに褒め言葉を言ってくれるからねもうたまにはねなんか言ってくれてもいいよもう ほんとに正直なこと言ってくれてエピソードがいちいちかわいい。やめてよ、ね。かわいいとかさそのそ、そういうの照れやすいんだから、ほんとに。あー、パラシュートパラシュート来た人ありがとう。ほんとにありがとう。リリベも最後までありがとう。熱あるのに踊っちゃうわ。そう、さ、熱あるのに踊っちゃうから。シャンシャンシャボン玉来た。みんな好きよね。シャンシャンシャボン玉。この歌好き。いいよね。かわいいよね。 褒め言葉しか出てこない。いや、もうたまにはね、ちょっと、ダメ、ダメなしも言っていいよ。全然。厳しいこと言っていいよ。金魚自体が可愛いい。や、もうね、な、な、な,なんでみんなね、なんで急に褒め出してきたやばいあー、熱いよー <laughs> ただ、リリカだ、リリカ。リリちゃん、やっほー。 正直に言ってるよ本当に可愛いんだもんやめてよもうもう可愛いいやめようもう可愛いやめよう,う,めようぜみんなみんなみんな可愛いやめよう本当にもう恥ずかしいじゃあ他の話しようさぬきゃあキャンディー送ってくれたね。<laughs> なんでありがとうフワタンの盛り上がりよかったよかったよねソルちゃんめっちゃピョンピョンしてたピョンピョン見えてよピョンピョンほめほめタイム。褒ほめほめタイムも笑わささ今日もっと話したいこといっぱいあったんだよねあ エイプリルフールについて話しなかったはい皆さんエイプリルフールは何か嘘をつきましたか私はあのー、嘘をついたんですけどねちょっとあさサラちゃんこの前のラインライブ本当にお礼なんていらないぞリリー頑張ってこいリリカ <laughs> 私はもうリリカを頑張ってほしいだけなんでもう私にしか応援しかすできることがないのでねリリカ頑張れそうエイプリルフールでまあ嘘をついたのよ もうねちょっとちょっとねもう罪悪感、なんか結構サ騙、ますみんなみんなが結構引っかかっちゃって嘘をえっ、そうなのみたいな、みんな引っかか,っ,か,かっちゃって、佐奈の嘘にでも,なんかもう、なんかもう罪悪感しかなかった、佐奈、あんま自分が嘘つかれるのが好きじゃないのね、普段はでそうなんだけど なんかもう、もう来年は、エイプリルフールは嘘つかないって思ったこ。昨日のエイプリルフールを見、なら、見て、もう、もう、来年は嘘つかないって思った。遠藤のツイッターの誰も引っかかってない <laughs>。あれはね、わかりやすすぎる。あれはね、わかりやすすぎる。<laughs> なんだ、何男だったって <laughs>。いいやつすぎて泣ける。全然いいやつじゃないよ。 令和が嘘かと思ったけど、サナも嘘かと思った。本当に面白いよのみんな、あと、うん。でも、ちゃんと、みんなには、嘘だよって、午後にはね、ちゃんと言ったよ。男が好きという嘘、どういうことえ、みんな、みんな、なんか嘘ついたサナの嘘、結構やばかった。 <laughs> どんな嘘ついたのあ結構やばいからねこれはねちょっと内緒だわ本名が令和とか違う違うんだなえサナ本名,本名の嘘もつこうかなって待ってためっちゃあの本当はサナじゃないよっていうほほサナは芸名だよっていう嘘もつこうかなと思ってた 友達に進級できなかったよ。嘘ついたらすごい疑われた <laughs>。え、でも、でもさ、進級できなかったもちょっとリアルよね。さなちゃんの嘘ツイートしたの嘘ツイートはしてないよ。応援ポイントありがとう。みんな何の、みんなな何の嘘ついたの気になる。<laughs> これはじゃあ次話した時に教えるわ。キャンディありがとう。リリー、リリ、キャンディ送ってる <laughs>。 こんばんは、こん、え、みんな何の嘘ついたのねえ、ちょっと、次は。ふわふわの曲がな実は女が好きとか。実は女が好き。どういうこと女が好き。翔が女が好きってこと嘘つかなかったえらいえらいんだけど。みんな嘘つ、嘘ついてないの本命実はさなかネッシーみたいな。何そのネッシーみたいな名前 <laughs>。 嘘ついてないついえみんなついてないあ,サマ,あサマーラブな流せないんだったごめん大さあのねあのリリースしてる曲しか流しちゃダメって言われたからねもう流せなくなっちゃった俺は嘘ついてないえみんなさ嘘ついてないのえなんでみんな今回嘘ついてない人多くないなんで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 ,なんで,なんで起きたら午後だったからえねあとさよくわかんないのがさ午後になったらネタバラシみたいなルールあるじゃんあれ何 あいもこうか、かわ、可愛い送ってか、かわいい、ありがとう。<laughs> 髪の先っぽ、グレープジュースにつけたら。ねえその、それはマジでふざけてる。ねえ、それは失礼だよ、ほんとに。ねえ、グレープジュースにつけてないから。<laughs> それ、コーラで髪染める人と一緒やん。<laughs> 目が茶色く見える。そう、カラコンしてるってよく言われる。やっほー。カップケーキありがとう。 嘘が思いつかないそうサナも昨日ずっと嘘ソかツイートもしようかと思ってたけど、ね、考えてたら午後になってた嘘つく相手がサナに嘘ついてくれてよかったのにみんなサナに嘘ついてくれてよかったんだよエイプリル風流新新言語が気になってあーやっぱみんなそっち気になってたのかサナあれでも令和は嘘かと思った午後のルールは嘘って聞いたんだけど午後のえ午後はなんか嘘つ 嘘じゃなくてネタばらしをするんじゃないの招き猫ありがとうニャン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 ナン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 サラちゃんはハーフっぽいよねそうよく言われるハーフっておでもねおじいちゃんがハーフなんだよねでも多分そっちの血が強く入っちゃった感じサラの瞳綺麗いっすホントに <laughs> 後輩と遊んでたから嘘つけなかった後輩と遊んでたのいいなぁ 嘘つかないのみんな全然嘘ついてないねずっと家にいてママは仕事で妹は寝てたから嘘つく相手にいなかったねえみんなさナに嘘ついてくれてもよかったんだよちょっとさナにかまってよさなちゃんだまされやすさ真面目えっさしょっちゅうだまされるホンにだまされるマジでだまされる本当にいつもだまされて泣く <laughs> カラコンソロにしようフラーミンいいよえナチュラルにしようじゃあナチュラルにするわハーフっぽいところも好き どこがハーフっぽい目の色かな目の色で一番ハーフっぽくなってんのかなサナちゃん目すごい好き。交換しよう。交換しよう。<laughs> 黒やってみたいな、黒。サナ騙したらシャレにならなさそうで。シャレって何シャレって何サナ、実は男が、タイ、あ、嘘。いや、タイキが男を好きだったらちょっとびっくりしちゃうサナちょっとね,ね、悲しくなっちゃう。サナはってなる。 サナの人あサナの嘘に騙されたっていう嘘ね、なな何かさんもうみんな嘘嘘言うからちょっとよく分かんなくなってきた顔立ちが日本人離れそう日本人とは言われないいつもサナちゃん泣かせるやつはゆるざん <laughs> 優しい色下さんおじいさんはどこのハーフドイツ系アメリカのハーフです じゃあ来年はサナに嘘つく。ああ、忘れそうじゃないね。でもサナは絶対もう来年は嘘つかないっていうのを決めたから。サナと遠藤が好き、ほんと。知ってるよ、それは知ってるよ、大輝来てくれたもん。ちゃんとね、コールも聞こえたんだよ。サナね、客席ね、あのー、大輝の方面には行かなかったけどね。ちゃんとね、大輝いるのは見えたからね。安心して。サナめっちゃ外人みたい。そう、サナね、あのー、中学じゃなくて小学生の時のあだ名。外人。 外人外人言われてたから実はさ実はサナは2人いますよねいませんいやでもサナっていう名前はいるよサナっていう名前はいるであ聞いてやばいやばいやばい34分だ終わらなきゃあ聞いてこの話だけさせてあのねサナっていう漢字も漢字だっけ全く一緒な子がいたのやばくないそれびっくりしないサナっていうね あの、同じ漢字がいたの。この間、TikTok を見てたんだけど、TikTok のコメントで、私もさ、っていう名前です、漢字も一緒ですき来たの。すごくない桜菜の花っていたんだよ、漢字が。同じなの。ちょっといないかと思ったのに、ね、桜菜の花のなって。い、いないじゃん、読みづらいじゃん。だからいないかと思ってたんだけど、いたんすごくない <laughs> <laughs> ただそれだけ。いや、同姓同名はさすがにいない。いや、金子さなはいない。金子さんなって芸、芸名みたいっていつも言われる。え、感じもしね、すごいよね。そう、すごくないびっくりしたさな、いないかと思ったから、もうびっくりしたよ。さなは珍しい名前、そう、珍しい名前だよ、本当に。目がでかい。あ、ブスだった、ブスだった、ごめんね。 やばいそろそろ終わらなきゃいけないね。早いんだけど終わりたくない。もっと喋りたい。そのも1時間配信したいな。でも、私はもう終わらなきゃ、ま、怒られちゃうんで、終わります、そろそろ。すすごいよねー。兼子が、ぶ、もう漢字が読めないんだめだ、これ。沖縄では兼子は結構いるの。え、いない、兼子い,いないよ。超少ない。少ない方だよ、ミュージ。珍しいもん、兼子っていうミュージ。 またやる。そう、またやる。今日はね、もうこの辺で終わります。渋谷ストリームホール楽しみにしてねえ、楽しみ、本当にそう。5月4日のね、ゴールデンウィークにね、渋谷ストリームホールにて、原宿駅前パーティーズのライブが決定したので、皆さん、申し込みもよろしくお願いします。みんな待ってるよ。えっ、ー、と、出演メンバーは、原宿ステージエースふわふわ、フレッシュ、ライク、プルメリアの5チームが出演します。皆さん、よかったら、 よかったらじゃない。来てね。来てください。いやもうそこしかもね、もう会える機会ないから、もうライブは今のところね、決まってるところでは。そう。だから皆さん、来てくれて今日もありがとうございました。久イ々イの LINE ライブ楽しかったです。時間過ぎちゃったけど、ごめんなさい。マネージャーさん、誰かさん、上の人ごめんなさい。許してください。はい。今日も、何回んだろうね、今日も来てくれてありがとうございました。いやもう、でも、感謝は大切よ。はい。明日からね、学校とか多分、 ちちょょくくく始まってるる人もいると思うんですけどね新,新学期とか新しい生活の子も新しく始ま環境であ新しい環境で始まる方もい,いると思うんですけど緊張とかいろいろ不安とかあるかもしれないんですけどはいたくさんたくさんもうね今日今日頭が回らんダメだはい頑張っていきましょうもう また LINELIVE を楽しみにみんなとこもう絡めるの今ここしかないからこの LINELIVE しかないからね絡めるのをね楽しみに頑張りますここにねで頑張りますこんなアホらしいけどまだ全然漢字読めないのいっぱいあるんですけど私も頑張りたいと思いますはい今日は来てくれてありがとうございましたみんな好きピースキピーハハ恥ずかしい <laughs> な,なん,でんなんなどうしたんだろう今日頭おかしいかもしんない <laughs> はい頑張ろうみんなレッツゴーレッツゴーふわふわバイバイみんな今日も一日お疲れ様でしたおやすみなさいバイバイ